結構いるんですよね、これ。これ多いよ、ほんまに。偏差値特に40ない子だったら解説見ないよ、ほとんど。カサニマロ、カサニマロ。二人組教育系 YouTuber、カサニマロ。せーの。カサニマロ。どうも、カサニマロありがとうございます。どうも、カサニマロ文系団体の福山太郎です。今日はですね、偏差値50の超え方ということでね、お話をしていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあまず大前提からですね、大前提は、基礎の徹底、もうこれもう皆さんめっちゃ言われてると思うんですけど、基礎の徹底、とにかくしてほしいなというふうに思います。で、みんな学校の先生とか、基礎しなさいよって言うじゃないですか。で、具体的に何をしたらいいかわからない人多いと思うんですね。で、一番僕自身が言いたいのは、皆さんは得意教科、苦手教科あると思うんですけども、苦手教科とかは特になんですけども、皆さん高3やから、高3のテキストやりたいとか、まあ高2の人やったら高2のテキストとかって考えたりすると思うんですけども、全然もう中3とか、逆に中学生のテキストとかね、全然使ってもらってもいいです。特に英語なんかね、関係ないんで、だから、自分の学年以外のテキストやってもいいよっていうことになります。例えば、英語の偏差値40の人だったとしますよね。じゃあ間違いなく高3のテキストって向いてないんですよ。なんでかって言ったら高3の英語のテキストって大体は偏差値50以上、大体偏差値60ぐらいがイメージして作られてることが多いんで、だからね、自分の学年以外のテキストも使ってみてください。カサニマロ。もし英文法わからないっていうのだったら中学校のテキストとかね、わかりやすいので、中学校のテキスト使ってもいいですし、あとは長文とかやっても、全然中学の長文戻ったりとか、高校1年生の時に使ってた長文とか使ってもいいです。とにかく、自分のレベルのとこまで戻ろう。これが一番大事になってきます。で、勉強時間の確保ですね。はい。これは大前提でしょう。何時間ですか ?4 時間ぐらいはね、やっぱある程度ね、欲しいなというふうに思います。4時間以上勉強してるわっていう人やったら、自分プラス1時間やってほしいなというふうに思います。ちょっとある程度、4時間勉強しといたら、偏差値50は、まあ、確実にほとんど超えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん、どういう勉強したかっていうのはもちろん大事になってきて、例えば、本読んでて現代文で勉強してるって、それは間違いですから、あれなんですけども、基本的に、ちゃんとまあ参考書やって、インプット、アウトプット、まあ、要するに予習、復習、そして、ちゃんと書く勉強ね、して、やったら、まあ、4時間やったら、偏差値50っていうのはほぼ確実に超えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これは要するにまあ、ベネッセにしても、ハワイにしても、偏差値50は超えてくるかなというふうに思います。ちょっとこれ、寸大やったらちょっとちゃうかも。寸大やったら大体45ぐらいのね、イメージかなというふうに思ってはします。はい。それぞれの教科の勉強を言っていいですか？はい、やっていきましょう。じゃあまず、英語からですね。英語は、単語の勉強、これはね、徹底してください、ほんまに。もうとにかく、英語で偏差値50超えた人、単語しかないです。もう本当に単語を徹底してください。もう単語、例えば、ターゲット1900全部覚えたら、絶対に英語60超えます、偏差値は。リーディングの勉強、リーディングは絶対偏差値60超えてくるんで、これは僕たちの今までの経験からもそうですし、もうとにかく単語を覚えてください。偏差値50ない子は絶対に単語は足りないです。だからもうとにかく単語だけでいい。逆になんか、長文、まあ、長文もたまにはやってほしいですけども、基本的にも単語だけでいいんで、英文解釈とか、和文英訳とか、そんな絶対いらないです。とにかく単語をやる。これは徹底してほしいなというふうに思います。まあ、ほんとね、実際ね、もう、文中に 6% 以上知らん単語があったら、読めませんからね。うん、っていう論文いっぱいあるので、しっかり単語が一番大事と、これが一番基礎ということになります。はい。じゃあ、数学、どうですか？はい。数学はね、まあ、ちょっと具体的になります。まず、参考書一周やってください。なんかね、楽しい数学とかそういうのあると思うので、そういうのまず一周してください。で、その大体の例題が解けるようになったら、段階で黄色チャート、キチャートですね。キチャートの右上にコンパスマークがついてるんですよ。5段階で1が簡単、5がめっちゃむずいっていう風になってるんですけど、コンパスマーク2とか3とかの問題、まあ1もまあ単元によってやっていただいていいんですけど、主にこの2から3をやってください。で、これ1周やってもらって、キチャートの2から3を1周をまずは目標にしてください。で、そこからちょっとね、また偏差値60、70のね人の勉強とか他の勉強法をちょっと取り入れていただければいいんですけど、まず初動としてはこういう形でねやってもらえればいいかと。読むだけとか数学でなかなか難しいので、やっぱり頭を使う勉強で4時間っていうので、まあ、ここに吸収してほしいなというふうに思います。これだって白チャートはどうなん逆に。まあ、白チャートでもいいんじゃないですかね。白チャートを持ってる人は白チャートでいいと思います。青は、まあ、ちょっとオーバーワークな気がするんで、まあ、でも、そんな変わんないですね。まあ、黄色、黄色、青ぐらいを持ってる人は、まあ、自分が持ってる、それでいいと思いますよ。オッケー。で、これはまあ、フォーカスゴールドでももちろん、まあまあまあ、はい。2から3ぐらいでもいいよってことよね。オッケー。じゃあ次、国語の方行きましょう。国語は、これ絶対押さえててほしいのが、得意教科を作るってことですね。まあ、国語って結局、国語って一概に言うけども、現代文、古文、漢文っていう風に分かれてるやんか。で、押さえといてほしいんが、その中から得意なのを一個作ってほしいんですね。まあ、吹きの塔は結構、まあ、漢文が特にね、おすすめになっています。まあ、なんでかって言ったら、まあ、もう、どれでもいいよ。現代文得意だったら、現代文をもっともっと極めてほしいんですけども、漢文がまあ、吹きの塔的にはおすすめかなっていう風に思ってて、まずなんでかって言ったら、50時間で漢文ってある程度完成できるっていう風に言われています。共通テストだけ、まあ、私立やったらちょっと漢文いらんこと多いねんけども、共通テストだけやったら、漢文50時間でできるんで、おすすめになっています。で、まず偏差値50超えたよっていう風におすすめなの
はこれですね、読みやすい、うん、漢文早覚え速読法、これがやっぱりやってもらったら漢文はある程度、うん、伸びるかなというふうに思っていて、まあこれ完璧にペラペラやると、まあ偏差値50は、まあ漢文なしで言ったら偏差値60はね、まあ漢文早覚え速読法したらできるかなというふうに思います。で、古文得意にしたいなっていう人やったら、この富井先生の古文どっから始めたら丁寧にっていうのがおすすめで、古文やったらこれをまず基礎叩き込んだら、これなんか漫画形式で猫がこうね、なんかね、説明してくれるんですけども、かなり丁寧に解説してくれてるんで、これ高1高2生でもおすすめです。古文やってもらったらいいかなというふうに思います。まあ現代文はなかなか得意にはしにくい教科ではあるんで、やるなら船口先生の参考書やってもらうというのがベストかなというふうに思います。はい、本当に一個注意してほしいのは、漢文ちゃんとその大学の試験に出てる場合ですよ。出てない場合はやんなくていいですからね。古文、現代文、古文っていう場合も結構ありますんで、それでは古文とかでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、じゃあ次、理科社会ですね、うん、理科社会に関してはまずこれ時のその大前提と重複するんですけれども、基礎の徹底をまずはやってください。で、やっぱりその理科社会ってその基礎が徹底されてない場合が多いです。要はもう何ももうほぼゼロみたいな、なんか聞いたことあるけどほぼゼロみたいな状態の人が多いんですよ。で、なので多分教科書とか参考書とか読んでももう何言ってるかわからんぞとってことが結構あると思います。なのでまず最初は YouTube をガンガン活用してください。で、これも YouTube 見てるだけで4時間っていう風にはしてほしくなくて、 YouTube 見たらその該当単元の基礎の問題、例題を解くようにしてください。で、多分リードアルファとかセミナーとか学校で配られてると思うので、配られてない場合は買ってください。入門問題成功とかっていうのがあるので、そういうのを解いていただければいいんですけれども、YouTube を見てから問題解くっていうこのサイクルを作ると割と飲み込みが早くなるかなというふうに思います。まあでも、理科社会で復習すると、復習っていうのを徹底してほしいなっていうふうに思ってて、もう学校は例えば日本史やったら、今やったら例えば江戸時代までやってるよとかあると思うんですけども、学校でやったとこってやっぱ学校で一回やってるじゃないですか。てか、参考書からやっても入ってきやすいんですね。だから、ある程度復習ベースっていうのが偏差値まず50を超えるためにはいいかなというふうに思います。まあ偏差値60、70って今後出していくんで、超えてきたら、またその動画を見て勉強してほしいなというふうに思います。じゃあ最後に、ダメな、これダメやなっていう勉強法いきましょうか。はい、まず、はい、インプット中心の学習ですね。これはよくない。これ勉強時間の話ですね。インプットゼロはダメですけど、インプットって要するにあれね、なんか何やろ、見て覚えるとかそういうことはね、書かないってことよね、うん、でね、インプット対アウトプットが3対7ぐらいですね。で、アウトプットっていうのは、例えば自分で皿から思い出すとか、例えば問題を解くとか、そういうのはアウトプットです。要は頭を使って思い出すっていう勉強です。で、インプットってのは暗記する段階ですね。で、暗記する段階って早期の段階、早期っていうかその思い出す段階がないとダメなので、で、こっちまで時間かかるんで、基本的に問題を解くっていう方向にかなり時間を使ってほしいです。で、インプット中心っていう風になると、もう覚えているか否かが確認できないですね。じゃあ、もう覚えてないかもしれないのに次の単元に行くってなったら、覚えてないのに次の単元に行くっていうことになるので、逆に非効率。なので、アウトプット中心の学習にしてください。そうね。だから自分がとにかくできてるかできてへんかっていうのを判断するのが大事だから、うん、アウトプットをしっかりしてねっていうことが言いたいですね。そうですね。じゃあ次も行きましょうか。はい、まあ、似たような感じよね、言ってることは。うん、解説見ない。そう。結構いるんですよね、これ。これ多いよ。ほんまに偏差値特に40ない子だったら解説見ないでほとんどっていうイメージはあります。今問題解いて、はい、ペケ丸っていう風につけたら、だいたいその丸やとしてもよ、丸やとしてもその本当に自分の回答が模範回答と同じかとか、あ、この模範回答知らんかったとか、あ、この別解あるんやとか、そういうので解説見るじゃない。で、このバツやった場合なんていう風なのは、まあこれは別解とかまで見れないかもしれないですけど、見るじゃないですか、解説。で、その解説見ない人いるんですよ。で、そうすると今度はインプットが入っちゃうんですよね。それはアウトプットしかしてないんですけど、空の状態のものをアウトプットしすぎても空気しか出てかないので、なんでインプットをするためにアウトプットした上で分かんない問題があって解けなかった場合はそれ解説見てください。で、熟読してください。で、書き写してもいいですし、その場合読むだけとかでもいいです。で、解説になんか線引いたりメモったり、あ、こここういう風にあるんやなとか、2行目から3行目が分からんな、ここ後で先生に聞こうつってクエスチョンマークつけとくとか、そういう風なのでもいいので、そういう風になってみてください。はい、よっしゃ、じゃあ終わりましょうか。はい、はい、じゃあね、偏差値50、皆さんこれで、ね、もう超えるの間違いなしだと思うんでね、勉強頑張ってください。はい、じゃあじゃあ、バイバイ。バイバイ。それいいじゃないか、空を見上げてごらんよ、遠く遠く、成功は成功、失敗は大成功、運命は最善になるし。